かなって思ったんですけど、はい、結構たくさんのお客様来ていただいて盛り上がってよかったと思います。最後にもう名前よかったら、あ、たるいと申します。たるいです。たるいさん、はい、もう夕べ大雪降ってる時はもうどうなるかなと思ったんですけど、はい、本当に昨日雪がすごいどんどん積もっていたのでもうどうなるかなって思ったんですけど、今日はあの晴れましたし、あのお客さんの方もたくさん来ていただいて本当に良かったなと思います。雪かき大変だったんじゃないですか。そうですね、結構今日の雪重たくて、はいはい、朝から職員であの雪をかきました。冬の動物園っていうのはどんな感じなんでしょうかね。冬が好きな動物も例えばレッサーパンダですとかアムールトラですとか、そういうあの動物もいますので、はい、この子たちは本当に雪の中を走り回ったりとか元気な姿が見れると思います。一番楽しいこと楽しいことはそうですね、やっぱりあの動物を見に来たお客様も笑顔になってくれるところが楽しいです。やりがいのある仕事ですね、はい、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、こんにちは、長野インターネット放送局と申します。今長野県は篠ノ井茶臼山動物園に来ております。冬の動物園ということでイベントがありました。そこの、今日担当されている、宮尾様に来ていただきました。すいません、自己紹介お願いします。はい、よろしくお願いします。茶臼山動物園、飼育員の宮尾と申します。よろしくお願いします。宮尾さん、今日は大雪でして、まあ、ちょっと大変だったと思うんですけども。そうですね、昨日かなりの積雪になりましてね、はい、昨日からあの職員総出で、除雪をね、行ってなんとか今日のイベントに間に合ったっていうような感じですね。朝から来たんですけども、はい、もう除雪終わってましたね。もう汗だくでした。あ、そうですか。結構坂もありますんで、もう山全体が、そうですね、動物園という感じなんですけども、はい、ありますね、はい、ちょっとね、入り口がそれぞれね、ちょっとこう逆になってるのでね、まあ、ウォーキングがてらっていう形でね、なんか園内ね、歩いていただければと思います。まあ、冬の動物園ということで、
いっぱいこう集客を目指してるんじゃないかなと思うんですけども、はい、そうですね、今日のイベントはどうだったんでしょうか。そうですね、やっぱり昨日のね、どうしてもあの雪の影響がね、あって、やっぱ若干こう少なめっていうようなね、感じではありますけども、明日はあの気温も上がるということでね、職員はね、みんな期待するところではございます。なんか今イベントとして、まあ、動物園でバレンタインということで、はいはい、今ビンゴ大会行われましたけど、はいはい、たくさんの人が来ていただきましたね。そうですね、本当に、今日ね、天気心配だったんですけども、お客さんもね、足を運んでくれてね、結構ここもね、集まって、賑やかだったので本当に良かったと思います。なかなか景品もいろいろ考えて、はい、なんか動物のめったに取れない、はい、ね、そうですね、グッズといいますが、はい、グッズね、こちら何点かね、準備はしたんですけども、各ね、年間を通してね、いろんなイベントとかね、私どもやってるんですけども、その中でこう少しずつね、飼育員の方でこうチョイスしたような商品もね、こちらの方でイベントでね、提供させていただいております。今後動物園、はい、どんな風にこう運営していったらいいかと思ってるんでしょうか。そうですね、まあ、ここ何年かはね、どうしてもコロナの影響があってね、客足もどうしてもね、こう少なくなってるっていうところで、だんだんとね、基調もこう変わってきてるのでね、今度はね、少し、まあ、営業も含めてね、動物園も職員ちょっと頑張ってね、はい、やっていこうかなと思っております。なんか動物のその、まあ庁舎というか社に入ってもこう近く、あんまり近く言えば近づけないんでしょうかね。はい、そうですね、一応ね、外から見るっていう形でね、うん、各獣舎の方にはね、ここまでっていうような感じでね、こうバリケードしてあったりっていうのもあるのでね、うん、ちょっとその辺はね、守っていただいてね、見ていただければと思っております。動物も、まあね、健康が大事ですから。そうです ね、 ですね、はい、よろしくお願いいたします。来年、令和5年度茶臼山動物園は、開園40周年を、はい、迎えますのでね、はい、通年を通してね、行っているイベントは、全て40周年記念 なんとかイベントっていうような形でね、また職員の方頑張っていきたいと思いますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。40周年記念、はい、ちょっと注目ですね。そうですね、本当にこれを機にね、少しでも多くのお客さんね、来ていただければと思っております。ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。